ブンブン、ハロー YouTube、どうもマサルです。今回は本日2018年11月4日からスタートする YouTube の新たなサービス、YouTube Music Premium、そして YouTube Premium、この2つのサービスについてご紹介したいと思います。これらのサービスは Google が提供する YouTube の有料サービスとなります。まず1つ目の YouTube Music Premium、こちらはいわゆる音楽のストリーミングサービスになります。このサービスに加入すると音楽を聴き放題になります。現在 Amazon が提供している Amazon Music と同じようなサービスになります。なお、この YouTube Music の料金としてはパソコンなどで使用する Web 版、それから Android アプリ版が980円、そして Apple の端末で使う iOS 版が1280円となります。それぞれ月額料金になります。また、広告がついてしまいますが、無料版の YouTube Music も用意されています。なお、現在 Google は Google Play Music といって、同じような音楽のストリーミングサービスを提供していますが、今後 Google Play Music は終了し、YouTube Music の方に統一するとのことです。そして今回国内版が発表されたもう一つのサービスが YouTube Premium になります。こちらは以前 YouTube Red と呼ばれていたサービスで、今回 YouTube Premium という名前になって国内で提供されることが決定しました。こちらは YouTube Music の動画版で、例えば YouTube の動画コンテンツを広告なしで見ることができたり、また、パソコンやスマホなどの端末に動画を保存しておき、ネットに繋がらない環境でも YouTube の動画を視聴することができる内容となっています。こちらも有料サービスとなっていて、Web 版、そして Android 版が1180円、iOS 版が1550円になります。こちらも同じく月額料金となります。この YouTube Premium で利用できるのは、YouTuber が投稿している動画に限らず、YouTube が独占配信している YouTube オリジナルのコンテンツも視聴することができるようになります。現在様々な動画配信サービスがありますが、普段 YouTube を視聴するのに使う時間が多い方は、広告が表示されないだけではなく、様々な特典が用意されていますので、今回国内で提供始まった YouTube プレミアムに加入してみるのもいいかと思います。なお、もし有料版に申し込むのであれば、先ほどもご紹介しており、 Web 版や Android 版の方が iOS 版よりも安くなっています。もしパソコンや Android スマホをお持ちの方は、 iOS 版ではなく Web 版、Android 版で申し込んだ方がお得かと思います。ということで、今回は本日11月14日からスタートした YouTube の新たなサービス、YouTube Music Premium、それから YouTube Premium についてご紹介しました。今後もこれらのサービスについて何かお得な情報がありましたら、別の動画にてご紹介したいと思います。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。